はい、皆様こんばんにちは、おついちでございます。ということで、おついちぶライブ、略して OTL、 本日はサイバーパンク2077でございます。本日もかな、最近ちょっとねサイバーパンク熱が上がってるんで、もうこのままバーンと言ってやろうかなと、バーンってね。ということで、現在ちょっと早いですね。今日は6時22分、ちょっとあのねニュルブリリンク2077を見てたんでね、そんな時間までちょっとレースを見ちゃってね。いやーすごいいいレースだったな。いや見ちゃったわ。なのでほい、ちょっと着替えるか。んでジュッティのミッションが来てる。ちょっとシャワー浴びようぜ。すっきり、ブオー、もうこのね、回転した瞬間にもうドライで乾いてますから。どんなだけだよ。はーいしょ。だねー。なんか新しい服欲しいなー。服買いに行こうかなー。なんか店のラインナップとかも変わってるんだよね、パッチ入ってからね。こっちにしてこう。だそういう意味ではちょっと買いに行きたいっていうところはあるよね。あ、違う。オッケー。刀を抜くでない。いやーでさあ、この間の前回の見てたんだけどさあ、やっぱりさあれ、これさあどう見てもどう見てもあれなんだよね。あれのマーク入ってるからさ。って思ったんだけど、となると、前回行った場所に、それがあったとして、あの中入りきらねえと思うんだよな。いや、別のところにあるんじゃねえのみたいな。ちょっともう一回調べていい？俺が思うものだとして、あそこからどうやって取り出すんだっていう話があるんで、もしかしたらどこだっけ、あれ、おー朝からもうポンポンしてたな。例えばあれは入ってないみたいだな。ちょっと見たけどな、ちょっと変えよう。パシフィックドリームス、今日はパシフィックドリームス。どこだったっけ、なんかすげえと思ってんな。上だったよね。あ、ここか。ここにしといて、行きましょうか。あ、ジュリーだ。リー、マイクから連絡よ。オッケー。日没前にメガタワー前に集合。日没前ね、了解。もちろんよ。もちろん。じゃあ後で。はいよ。昼過ぎには行かなくちゃいけないのか。昼過ぎには行かなくちゃいけないんだが、俺が向かいたいところは違うと。はい、こんばんは、皆さんいらっしゃい。もう一回ちょっと貨物船調べに行くか。
しかしたら全然違うところだったのかもしれない。左のドックが音楽に乗ってんのか何なのか分かんねえな。ちょっとトラックちょっと、あ、そうか、場所的には同じ方向か。あ、いや違うな、ここはあれか、ここ左、このまま真っすぐ行きます。まぶし、これを右、でこっから左、なんだ？ああ、音楽か。びっくりした。ああ、ははーん。このタコメーターが上についてるっていうな、クワドロな。視認性確保されてるからいいんだけど、確かに。すげえとこについてる。進んでくれ。バトルがありがとうございます。昔だよ。ね。このまま左。あ、近いね。あ、ここあれかな。姉さんと来た場所かな。あ、ぽいね。そうだわ。ぜ。とりあえずいいや、この辺止めちゃって、レリホーレリホーレリホー。あれか、あれこんな、あー昼間来ると全然イメージ違うな。ここだよな、これだよね、危険エリアだろう。あーでもいいな、昼間はちょっと分かりやすいな。で前回がここだったんだろう。いやでもさ、ここだとさ、この中にあるとするとさ、ここ開かないんだけど、ここの中にあるとするとどこから取り出すんだっていう話になるから、下なんかエレベーター直結あんのかな、この中に。なんかこう、なんもねえか。おこの下とか、いやー怖い、いい、怖い。いやーでも、あーそうか、こうなってんのか。じゃああれだな、搬出口がねえな。搬出口がねえとさ、前方にあんのか。ないね。これ別の場所にあるんじゃねえの、そもそも。この船の中じゃなかったりして、わかんねえなこれ。
なんか別にあったかな。壊しちゃったチーム。いやまあでもこのここであってもしょうがねえんだよな。ここからどうやってって話になるしな。こっち開かねえだろ。これじゃ全然開かねえぞゴミ。これがあっちで、これじゃ開かねえながこっちだね。うん、その違い。何の違いだ。前方ないよな。あ、いや、あ、まあ、こっち道路沿いだからこっち側になんかある。よいしょ。いや、こっちにもないね。こっちにもないか。あ、そうかい。あー、そうかい。そうするとやっぱりこの船になっちゃうのか。お、まあいいか。落っこちゃった。下は、下がウィーンって開くと。いや俺が思うにね、めちゃめちゃでかいもんだからアイテムとかじゃないと思うんだよ。普通に武器とかじゃなくて、もっともっともっとでかいもんだから、キーから予想するにね。そうなるとそれを取り出す、持ち出す部分が絶対にあるはずなので、この辺とはだと分かるけど。お、なんだ。ああ、カメラか。びっくりした。カメラ見たところでもうあれするやつがねえぞ。おわかんない。ちょっともう一回。こんにちは。見えてる？見えてる？意外と射程短いんだね。本当に殴りの位置ぐらいじゃないとないんだなこれ。マロリアンね。マロちゃんは。どちらにしても俺ハンドガン使ってさ、パークポイント1集めないとさ、ブレードが20になった時に触れるパークポイント全部使っちゃったんだよね。だから10でパークポイント10レベル上げないと、ガンのね、ハンドガンのレベルを上げてパークポイント手に入れないと。はい、カス取れない。こんなかとか。いやでもここで出したところでぶつかっちゃうしな。だったら分かるんだけどな。もうこう普通の車だろ。お、お、技術分かんない。あ、いや関係ねえ。こっちか。ここは開かない。よいしょ。
あとはどこだ。そこの入り口か。そこの入り口、いやでもここは、これ全部別の積み荷でしょ。この列にはねえべな、ねえな。どれだ、どこに。あんまりよく調べなかったからね、この船も。なんかどっかにスイッチかなんかがあんのか。邪魔。はあ、なくなってる。ホテイソンの死体がなくなっている。他の死体はあるの。ローフが後々なんかしたのかな。お、なんかあるぞ。トリフェット約26ポンド。これ取ったの。こっちは、あ、うん、ん、おお、あ、これじゃね？分かっちゃったかも。もしかするとあれかも。ああ、位置的にそうかもっていう、すごいゲーマーな推理。マジかよ。何のことか分かった。ああ、俺も分かってたぜ、もう前回からな。じゃあ見てみますか。オープン。やっぱりなぁ。物を取ってみろ。もう分かってるぜ。よし。おら、イエー。特別に運転させてやる。マジかよ、ポルシェだ、ポルシェ。いや、横乗るな、早く。ファミに乗ったな。あ、ちょ、いや、細かいですね。ちゃんとフロントに保管庫があるっていうね。わお、ジョニーのこれ911だ。いいね、これのことだったんやな。いや来たね、これハイゲット。うわ、タコメーターじゃねえか。いいじゃん、素晴らしいね。ちゃんとあの鉢巻きのところ入ってるね、ちゃんとね。侍も入ってるしな。いや、いいですね、ちゃんと後ろからエンジン来るね。そうね、で、ここから出られるようになってんだ。あー、ちょい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 。オッケー、ゲットした。最高だねこれ。ちゃんとここが50年前の車だからな、この中でもな。一応サイバーパンクとはいえな、やっぱタコメーターなんだな。ちゃんとジョニーシルバーハンドスペシャルになってます。すごー。ちょうどね、見てたからいいよ。俺もポルシェだわ。まあ、こっちは911の方がいい。
かっこいいじゃん。いやー予想が当たってよかったわ。なるほどね。じゃああそこはまた別のものがあるんだな、あれな。じゃちょっとこれで服屋巡りしようぜ。新しい服が欲しいんだけど。昼過ぎでしょ、まだ4時間あるから大丈夫だよ。いいね。いやまあこうだろこうだろ。この車に乗ってお前テクノとかポップ流したらお前下手するとこの車爆発するぞ。それかめっちゃ遅いだろ。あれ吹けねえなまさかの音楽性が違うと吹けない。全然回んねえぞこの車。気をつけないとこの車買っちゃうことになる。買ってもいいんだけど。じゃあ戻ったの？じゃあもう準備はいいってことね。意味がわからない。お、なんか売ってる。ポケセット頭だね。コート、なるほど。品質、上から品質、今日の品揃えでいくとオキュセット、オキュセットはなあ。これはバイカーパンツ、なるほど。レジェンダリーバイカーパンツね。そっかさらっと買う。あとね、家用の家着の発板が新しいの欲しいんだけど、シャツはいっぱいあるからな。家のパンツ2つしかないからさ、今さ。これどんな感じ？これウェットセットかな多分。そうだね、これ上のやつとセットだな。あ、これバイカーの時にこれでいいじゃん。最高じゃん。あ、これはいいかい、もう。いや、こっちだな。まあ、これでもありだけど。いいじゃん。しかも3スロだ。あ、じゃあとりあえずこれ入っとこう。よしよし。あと、あれだね。オプションが欲しいんですよ。そんなバカな。嫌な予感。
オッケー。で、アルマジロ作ったやつをここにどんどん入れていって。で、残ったアルマジロは分解。で、また紫できたら入れりゃいいや。よしよし。これ買っちゃうことになっちゃうな。買っちゃう。邪魔だから買っちゃう。もうこんなとこ置かれてても嫌だし。ああ、構えへん構えへんな。ああ、ちょっとじゃあ夢、あれが。商売するか。ビジネスはビジネス。どうも。戻ったの？じゃあもう準備はいいってことね。どうも、うちの所有商品を売りに来ました。どうも。うちのブランドのオズイの服を買ってってくれ。ありがとう。うちのオズイの新作だから、これすごい売れるから。うん、もう4000、これは5万ぐらいで1個ね、売りに出していただいて、もう4万9000はもうそのままあらりにしていただいてね。OK。で、次の服の場所は、ちょっとアパレルを一通り見ていきたいんだよな。すごいな、なんか完全に。あー、ステアリングちょっと重いかもね。重捨てかな、これ。やはり重捨てになっているのか。超かっこいいじゃん。超に横に乗ってっけど。もうしばらくもうこれでいいや。結果的にジョニー化が進行する。とんでもねえビッグ止めだけどな。ジョニーがずっと乗ってんのはちょっと面白いな。デッドアイは1個買っといて、デッドアイがね、自分で作れないからね。ファンガード、こんなのもあるんだ。ブロックダメージ減少、近接攻撃のブロック中のスタミナ、あ、もう1個買っとこう。買い漁ってるだけ。あは2層ベスト。あー、でもパンツが売ってない。靴はまあまあもういいかなっていう。じ
ジャケットね、ジャケットはいろいろ持ってるからな。レジェンダリーのお気にが出てくればそれ買うけど、ここにはないな。向かないな。あ、さすがに消えたわ。だよ、もう動かさねえのか。そうしましたら次がこっち、こっちは多分あれか、ギャングの店のところ。に思うこと、もうちょっと駐車スペースが欲しい。正直駐車スペースなさすぎ。はい、皆さんいらっしゃいませ。いやよ、あーなんかすごい可愛いジャケット売ってるじゃん、買う。さっきいらねえって言ったのに買う。帽子ね、帽子はやっぱりしていかない。僕頭はやっぱり装備しないというやっぱポリシーで生きてますんで、今何気なく買ったけどこれ7万ぐらいしたのか。これ可愛くない？可愛いじゃん、ほら。あ、ほら、かわいいじゃん、普通に。あ、これめっちゃかわいいじゃん。魂！かわいいじゃん、いいじゃん。いや、これに合うズボンか。これに合うズボン、なかなか大変だぞ。あー、さっきのところで、いやー、まあでも、もういい加減買うんだったら、レジェンダリーにしておきたいな。でも、ハーパン売ってるから、ハーパンは買うわ。これ、家着用。家着用のショートパンツ買っといて、うん、そうだよね。こういうちょっと色が入ってるやつがいいよな。お前金持ってんな。ちょっと待ってろ、お前にいいもん売ってやるわな。買いたいやろな。お前も買いたいよな。そうだよな。まあこれだったら悪くない。ちょっと。もうちょっと上の生地にあった、こう、もこもこっとしたやつが欲しいですね。さっきの店で売ってたけど、あれでもレジェンダリーじゃなかったんだよな。レジェンダリーだったかな、忘れちゃったな。ちょっといい話あるからさ。まるまるいく？ちょっとさ、買ってきなよ。うちの新作。めっちゃ新作。ほら。もうこの辺だったらもう、ピカイチで売れるから。バリバリ。バリバリっちょで売れるから。もう8万ぐらいで売れるから、これ。全然。うちのブランドだし。超売れるから、頑張って。よし、半分は。これで無理やり半額にするという。
よし、次の店行くぞ。ほらもう完全になんか何のために行ってんだ。そうか、あれに合うジャケット、ジャケットに合う下のパンツを買わないとね。今ちょっとこれ合わないから変えとくね。次はジャパンタウンのお店にレッツラゴー。上の階層に行かないといけない。場所がさ、本当にないのよ。もうちょっと路中 P を、路中用の P を出してほしい。はい、こんにちは。なんか売ってる。はーん、なるほど。あー、このセットなのね。赤セットか。まあ悪くはねえんだよな。赤セットか。あ、なんかあれ売ってる。メッシュ付きトラックスーツ、上下のやつだ。そうか、そろそろあの上下も変えていかないといけないな、そろそろな。あんまでもそのコメント、ヘルメットは普通に色合い的には合いそうだけどな。4000と1万、あ、4000、あ、なんでジャケット、さあジャケットが一番高いんだな、やっぱな。買いますよ普通に買いますよ、そんな。どう、赤メット、赤金メットなのね。あんま悪くはないよね。仕事着用、仕事着も新調しないとね。で、現状でいくとこうだろう。あー、ちょっと赤が強いなあ、まあ一応侍のあの背中とは合うけどな。侍の背中には合うから言っちゃいいけど、ちょっと主張が強すぎようなような気がする。まあ悪かないね、悪かないっす。まあ後ろから
のコーディネートを考えれば、ちょっともうちょいこう黒い赤だったら完璧だけど、まあ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 、これがかっこいいんだよね。だからこの柄で欲しいんだけどね、本当はね。この柄かっこいいよね。これぐらい落ち着いた赤でしてくれるとすごくはいいんですけど、ちょっと赤の主張が強すぎなんだよな。まあいっか、とりあえず。また、別の色のレジェンダリー出たら、それにしよう。はい。そうですか。これはすごい、すごーく。ああ、そっか。そうすると、やっぱりインナー、ああ、で、こういう時はこっちか。はいはいはい、大丈夫です、大丈夫です。仕事着用は大丈夫です。はい、クラフトしよう。ちょっとアルマジロ大量に作っとかないとダメな。1日経つとね、バリエーション変わるから。私はあれですよ、モヒカンはあのサイバーウェアなんで、かぶるときはもうすぐシュッてこう中に入りますんで、ええ、で脱げばまたシュッてすぐ元に戻りますから、ええ、サイバーウェア万歳ってやつですね。で、面も。うん、いいんじゃない？あ、そっか、これ分解しとけばよかった。じゃあこれはもういらないんで、分解でーす。これをね、いつまでも取っておくと、ああ、やっぱこっちの方がいいなーっていう風になっちゃうんで、こういう時はもう、分解しまーす。OK、仕事着は OK。ということは、この仕事着もいらないんやな、上な。これし、今までの仕事着やからな。でもかっこいいんやけどな。まあ、ジョニーでいいでしょう。なので、これはいらないです。で、逆に、さっきのこれに、アルマジロをしこたま入れてあげる。で、私服の時はこっちのシャツで、スワシャツの方で火力を出して。やっぱこれの下が欲しいな。ちょっとこの上は気に入ってるからな。下なんか欲しい。下を探しに行こう。ね、別にまあいいんですけど、僕みたいな多分特殊な人間は相当いないんで、まあいいんですけど、もしですよ、もし叶うとしたらロードアウトがロードアウトがあるとすごくね、まあまあね、そのなんか場合によってこう家は家着とかね、そんなこうそんなね、没入感、いくら没入感でもそれはやりすぎだよみたいな、俺みたいなこう特殊な人間はそうそういないんで、まあしょうがないとは思うんですけど、ロードアウトがあるとですね、じゃあ僕は嬉しかったりしますね。外着用とか部屋着お仕事用みたいな、ここまで RPG するバカはそうそういないですけどね。わかんない。どっかのいい人が
同じ考え持ってる人がどっかでこう元かなんか作ってくれるかもしれない。次のお店に行きます。確かにね、タイムスキップしてね、24時間濡らせばすぐに品揃え買うんだけど、それじゃあ RPG にならないじゃないっていうね。その日の品揃えでなかったらもう諦める、また次の日来る。こんなことをやってるからプレイ時間がどん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 伸びていく。だがそれはいい。今ぶつかったよね、大丈夫？いや、いいなポルシェ、いいな。なるね、車幅がちょうどいいなこれ幅がちょうどいいわ。チャーターヒル駐車場ねえかな。まず着いても駐車場探さねえと。さすがになかったら路中しかないんだけど、ないのよね意外と。路肩寄せられるところがね。ここは割とオプションいいもの売ってるイメージなんだけどな。あ、今日は売ってないわ。ああ問題はしたよね。ダークサファイアの遮熱ロッカーパンツ、あ、どういうやつなんだろうどうせならレジェンダリーで揃えたい。5000とかだろ。とりあえず買うか買ってなんかするかみたいな。あ、でもあれだな、店の品揃えのところにあれがハマってるやつがなくなったね。ラインナップでレジェンダリーオプションが入ってるやつがあったんだけど、さすがに売らなくなったかな。これどうなんだろうな。下黒か、まあ緑に黒は悪くない。一回買ってみよう。買っても、着よ。もう金はあるんだ、金はあるんだから。これ、ああ、なるほど、そういう感じ。スパンナコールだねこれ。スパンナコールですねこれね。悪くはないけど、でもこれに姉の上は合わないよこのパンツに、このパンツにこれは合わないよ。あ、いや、まあ悪かねえか、悪くはない。やっぱ黒と緑で単色にしちゃって、いや、いいっちゃいいけどね、いいっちゃいいけど、こうなると足元にワンポイント欲しくなる。まあ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 、
こっちの、こっちのこれよりは、これよりは全然スパンが入ることで割といい感じで閉まるな。うん、これもあれだしな。今のところこれだったらこれが一番いいな。うん、悪くはないよ。あ、これに合うブーツな。あ、まあね。ああね。ああね。ああ、これで、この同じ靴の緑とかだと、すごく、やっぱり、締まりますね。色をね、どんどん少なくしてあげるのが一番、コーディネート的には楽なので、メイン色1、メイン、サブ色 B で、ワンポイント色1の3色ぐらいで、全体的に統一してあげると、結構いろんな服装でも、決まります。なんか色をね、バラバラにしていっぱいにしちゃうと、なんかね、ちぐはぐになっちゃったりするんで、例えば緑で黒にしといて、ここを下緑にしてあげるとか、で、どっかワンポイントで赤入ってるとかね。なるほど。あ、まあまあ、これはこれでいいかな。これでいいかな。ちょっとまた、調べに。とりあえず、一通り回るわ。で、次が、次の店は、神宮寺の前に行こうか。Oh my god! そして、3色じゃないですからね。A、メインの1、サブの2、で、ワンポイントに3番色。ワンポイントはもう少なくていい。これもそうだよね。このジョニーのもうシルバーのメインのシルバーで、サブのこのカーキでワンポイントで赤で、ちょっとだけ赤がこうピッと入ってると白。150m、 もうちょい先、ここ左。ここあれか、中央のあの円形のところだから行くのが大変なんだ。ちょっと申し訳ないけどこの辺で。シッケイ、シッケイ、ごめんよ、ごめんよ。大人気 BD、 異物反応の結末をお見逃しに。異物反応って BD でやべえ。あ？こっちやのとき何か言おうか。どうも、こんにちは。
わ、すげえの、うわ、すげえの売ってんな。ああ、白ね。白ね。まあ、とりあえず買っとくわ。とりあえず買うわ。ああ、白ね。いやー、でもここに白入れちゃうとちょっと緑がいいんだけどな。いや、悪くはないけどね。悪くはないけど。あ、でもこの靴自体はすごくかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。この靴自体がまず統一されてる。黒、白がメインになってて、サブの黒が入ってて、やっぱりね、白、黒、金はね、今回のあれだね、僕のあの、リバリーの時もそうだけど、やっぱ白、黒、金は、完璧やね。完璧。やっぱかっこいいわ。トータルコーディネートはちょっと下が浮くな。まあ悪くはない。まあでもここがちょっと緑入ってたら最高。こっちよりはいいけどな。悪くはないな。とりあえずこの靴はこの靴で使えるから、この靴が使えるとなると逆にだよ。普通に普段着てるズボンと合わせて、あーそうね、これだともう全然だね。全くもってコーディネート合わないね。で多分これも合わないな。うん、これも合わない。このスパンコールとやっぱこっちのギラギラ感とこっちの下のやつがちょうどバランスがいいんだと思う。となるとこのパンツに合うのはこの靴ぐらいだな。セットだな、ここは。ここもセットだな。これでワンセットかな。このワンセットでいいか、とりあえず。まあ悪くはないっす。この白い部分がここら辺の黒い緑とかと、あとはもうちょっとここら辺のカーキの緑というかだともうバッチリだ。バッチリや。まあいいか、とりあえず。服ばっか買っててもしょうがないし。メインクエスト進めろよって話。OK、これでいこう。はい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 、じゃあ入れますかね。いきますかね。一応まあ神宮寺だけ見とくか。このブーツもな、まあ、ブーツはでも一本持っておいて損はないな。ブーツはまだ使わないけど、とりあえず入れとく。この靴は完全に今後も多分使うと思いますんで、デザイン自体がすごくかっこいいので、これには、アルマジロちゃんは入れておいても問題はないでしょう。何気に3ソロだから結構防御力高いっていうな。よし、これでバリエーションはだいぶ増えたでしょ。服の日替わりバリエーションで、バリエーション1はこれだろう。で、バリエーション2はさっきので、レッド、どっちだ、こっちか。こっちと、これだな。これバリエーション2だな。これもこれでいいですね。まあ、これ上下同じセットアップだもんな。これはこれでいいっすわ。部屋、外着の2で、こっちが
うん、これが外木さん。外木3着、3種類あれば、ええべ。いっぺ。自分だべ。うん。OK。じゃあ今日は新調した外木1で。1なのか2なのか3なのか分かんないけど。これでもアーマー4200あるから十分っていうな。十分もう耐えられるっていう。そうですわ。で、昼過ぎ、まだ10時なんだな。じゃあ神宮寺行ってちょうどいいぐらいだな。レジーナ・ジョーンズ違う、レジじゃない、ごめんね、読んじゃった、なんでもないわ、ごめんね。いや、またね。じゃあまた。じゃあね、メディアの嘘には気をつけるの。あ、なんか生き返せること言い返してくれる。レジーナは多分買ってありがとうねでしょ。あ、レジーナを買ってありがとうね。で、リズビズ仕事のこと、あなたの口の硬さに期待してるわ B。 どういうことや、何もないとこあるし。上に出るか、ジョニー、ジョニー待つの、ジョニー。あ、こっちが出てきた。これじゃねえ、こっちじゃねえ。こっち、なんかすごいな。やっぱ真ん中は事故りやすいんだな。あれ、うちのは、あーっと、なんか窓ガラス全部割れてるみたいな感じだけど、気を気にしないでください。神宮寺、なぜここで止まるのじゃ、お主。意外と神宮寺前あれなんだよな、車止める場所ねえんだよな。なんか B っぽいとこあったっけ。曲がるとハイウェイだし、駐車場がない。
仕方がない。かなり強引だけど。まあ駐車場に止めるような人間いないけどね、このゲームやってて。全員 B を追求するお客に新商品を紹介してくれない？もちろんです。ただ単純にこういう風にやってるのが楽しいというだけなんで。なんか売ってるジャケット、あれだ、サムライタイプのやつだ。でもサムライタイプのジャケット買うんだったら別にサムライでいいしな。オプション今回は全然なんもないな。若干栄養にブラトップあってもいいかなと思うけど、まあ別にシャツでいいか。これなんかあれじゃね、あれっぽくない？姉さんのっぽくない？これ一回ちょっとデザイン見てみる？デザインを見ていいというために買わなくちゃいけないんだけど。これ姉さんのやつっぽいんだけど。ああ似てるけど違うやつだわ。似てる。タイプは多分一緒。あ、これも可愛いけどね、普通にね。へえ。またレジェンダリータイプ出てきたら、ちょっと買おう。はい。ということで、こいつは分解です。分解されます。ない、全員。うちの、買ってくれんの？ありがとう。いや悪いね、全員いつも。ほんと助かってるよ、全員。やっぱりね、神宮寺にはオズイを売っとかないとね。B を追求するお客に新商品を紹介してくれない？もちろんです。あなた様は命の恩人ですから。新商品を売ってくれない？いつもと変わらないんだけど。いやほんとありがとう、全員。もういつも助かってる。すごい助かってる。ありがとう。ほんとありがとう。ほんと全員ありがとう。マジ全員。全員マジ全員。ありがとうね。よし、じゃあ。言うてまだ11時なんだ。意外とだな。まあでもちょっと早めに行ってもいいぐらいか。じゃあ、メガビルディング行きますね。一回呼び直しよう。結構離れないと来ないかな。かつ、あーいい色してんな。いい色してるわ。わかる、この白ゴールドっぽいの色合いもわかる。これはめちゃめちゃいい。めっちゃいいなぁ。ペイントはちょっと、まあ多分今後もね、すげえ増えていくと思うんですよ、あのコンテンツも。まだ言うて言うて DLC ありますからね。サイバーパンクね、本編クリアしたとて、その間になんか塗装とかのはすごく増えそう。まだまだ始まってすでもいないぐらいのゲームですからな。それでこの内容ですから、やばいっすよ、ほんと。今後期待しましょう。多分カラーリングは来そうだけどね。
だろうな。やっぱりロックじゃねえとダメなんだろうな。あいつはやっぱりジョニーの車って、車もロックじゃない、こんなお前綺麗に出てきたらロックじゃねえつって、すげえいいってなんだろうな。ちょっとね、ここら辺はね、本当にね、道があれなのよ。あ、ロックだね。君ずいぶんロックだね。やばいね。ちょっと脱し直すね。さすがにロックすぎるわ。雨風しのげねえよ。よいしょ。ちょっと通りが少ない。あーな、これ別のやつ出さないとダメだな。とこか、一旦別の乗って、よいしょ。ほらな、こいつは綺麗に出てきてくれるんだけどさ、やっぱジョニーのはあれなんだろうな、ロックじゃねえんだもんな。多分そういうことだと思うんだよな。一回セーブしろですよ。クイックセーブしてロードして、ずいぶん下に出たな。いた。ギリギリにジャンプ間に合わなかった。まあいいわ。まあいいわ。お前がそういうつもりならまあいいわ。いいよ、そのままロックで行こう。はい、こんばんは、皆さんいらっしゃいませ。サイバーパンク、今、ちょうど1時間かけて何をやってたかというと、お買い物です。外に行く時の服がなくて、種類増やしたくて外着を買いに行ってたっていう。ん？何のゲームみたいな感じで、サイバーバンクです。あと、部屋着用のショートパンツが欲しくて、買ってました。ショーパン買ってました。の買い物だけでもね、最後ナイトシティね、楽しくなっちゃうのよね。もう配信外でもこんなことばっかりやってますから。とは発明だよ、ロックだよ。これでもあれだよね、多分おめえこんなにバンパーは外れるわ、扉は外れるわ、窓ガラスはねえわ、なんてこんなプレミアな車なんてことしてくれるんだよ。で、治るのか治らねえのか。バカ言ってんじゃねえ、治るに決まってんだろ。こんな手直すの、治ってくんだろ。
この凄腕のガレージャーがいるんだよ。2日間待ってます。オッケー。あ、でもちょうどいいぐらい、ちょっと若干待つぐらい。まあどうか。待ちまーす。オッケー。ちょっと待ってね。これで終わりにしてやりましょう。リー、こっち。いよいよね。緊張してるの？どうしてわかった？こういうのは初めてなんでしょう。ドールの仕事だと思えばいい。プログラムが違うだけ。それなら得意でしょう。来てくれてよかった。考えたんだけど、やっぱ一理あると思って。股間を蹴り上げて眉間に銃弾を撃ち込むことでしか解決できないこともある。どうやってヒロミにたどり着くの？ビルの図面から考えてある。全フロアじゃないけど、自宅周りは把握済み。整備フロアを通るのが一番良さそう。そこから侵入できる。はいはいはい、マイクを踏まず、ぜひ先ほどのネタがわからない方はぜひジョンウィックをご覧ください。一発でわかります。2かな、1、いや2か。リー、集中してよ。あ、集中する、ごめんね。戦いになったら行動チップに身を委ねるの。考えて行動してる暇はない。直感に従って動くのよ。躊躇して一瞬でも動きが止まったら、それが命取りになる。死ぬぜ。マイコどこどこで、マイコはどこに？ヒロミと会ってる。彼女の役目は陽動よ。やつを足止めしてもらってるんだ。なるほど。じゃあ始めますか。それじゃあ始める。作戦開始。なんだ。そっちなの。パラパーのこんなんじゃない。パパパパパラパ。チュインチュイン。ワールドレポートの時間です。ジリアン・ジョーダンです。ん？バイオダインシステムズによる研究チームが多発性硬化症の画期的な治療を発表しました。多発性硬化症は。二人はそのままクラウドに直行して検討を祈る。いよいよね。まあ仕事着に着替えるまでもねえだろ。敵がいるはずよ。お、なんだ今か。ジュディ？反対側のパネルにジャックインしないと。おはい。あいつらを頼める。いいよ。じゃあ行きますね。サトルにしとくか。いや、まあサトルを使うまでもないな。陣地まで気づかれたか。血がいっぱい出ちゃって、ピューピューと。それからみんな配置についたの。
トムとロキシーはクラウドについてるはず。マイコの合図で動く。クラウドは二人に任せて、あなたはヒロミのとこへ。はいよ。まずはペントハウスに侵入しないと。一緒に来ないのかい？一緒に来ないの？身を隠すには一人の方がいいでしょう。それに私はここにいた方が役に立てる。警報が鳴っても安心して。ペントハウスのセキュリティを解除できるのかい？ペントハウスのセキュリティを解除できる。そのつもりだったけど、ごめん。どうやら無理みたい。ほら。自力でなんとかして。はーい。わかった、すぐに向かう。わかった、すぐに向かう。エレベーターは逆側よ。気をつけてね。ジュディもね、まあもうここは安全だろうけど。こんにちは、N54 から屋上から潜入か。で、状況は？クラウドに入った。中にいる。担当はどうなってる？私が下の階、トムが上に行く。バッチリだ。少年たちの保護に成功。少年たちの容態は幸いにも安定しているとの発表です。ハリスは13歳から18歳の少年を自身の農場に監禁していました。この事件な、リバーのと解決したやつ。この事件もまたナイトシティにおけるモラルの崩壊を表していると言えるでしょう。屋上に着いた。そこからバルコニーに飛び降りて。気をつけてね。はーい。なんかないの？せっかくの屋上なんだから、なんかないのかい？屋上から普通に入れんのかい？大丈夫なのか、そのセキュリティ性は。割とパブリックエリアだと思うんだけど。あ、まあ侵入経路はいろいろあるよっていうことなのかな。あっちからも行けるし、こっちからも行けるよみたいな。行こうと思えば。へえへえへえ、まあまあまあ、なんもなさそうですな。おなんだと？なんだと？んなことは分かってんだ。一変死ねよ、10番。すげえこと言ってんな。遅くなる。言ったろ、仕事が山積みなんだ。いや、待たなくていい。夕飯なんかいらねえよ。お前の作るもんは全部おがくずみたいな味じゃねえ。そこダメージ食らうの？よいしょ。寝てな。オッケー、ジュリー、潜入した。堂々と正面かな。テクトロニクが重力。警報をされたよ。ほら。想定通り。任せて。任せて、任せたわ。そこに一人、おっと。これ前から行ける？落ちてしまった。あそこすげえあれじゃん。真正面いるじゃん。一気にやるしかねえか。殺しは避けたいって言ってたんだけどな。全然殺してない。クラウドに入った。
中にいる。担当はどうなってる？私が下の階、トムが上に行く。バッチリだ。少年たちを狙った誘拐事件が無事解決したとのことです。 NCPD は匿名の情報提供を受け、少年たちの保護に成功。少年たちの容態は幸いにも安定しているとの発表です。どうすかな。13歳から18歳の少年を自身の農場に監禁していました。屋上に着いた。そこからバルコニーに飛び降りて気をつけてね。そう、俺は心が広いからな。遅くなる。言ったろ、仕事が山積みなんだ。いや、待とう。地の道ダメ、バレちゃった。連絡いった？いや、大丈夫っぽいな。音に敏感だね。やれやれだ。そこいるんだよな。あれで気づくのか。やべえな。こっちは回れる感じじゃねえのか。回れる感じじゃねえな。ああ、正面突破か。4321ゼロ。少女失滅。命。いや、上にいたのか。しか見れないね。OK。ディンディディン、ユーロドル。ここは開かない。メモがある。首もある。首はどうでもいい。お？こいつらがバーチャにジャックインしてなかったら今頃ゲームオーバーよ。おお、どううまくやったってこいつは何かしらケチをつけてくるぜ。可愛げのない女だ。ほんまやな。私もうんざりしてる。あら、探しに必死でうんざりね。警備を引き上げさせてくれたらよかった。警備を引き上げてくれればここまで苦労しないで済んだ。お前ね。私にそんな権限はない。今はまだね。どうして3人いるの？マイコはどういうつもり？こいつがターゲットのヒロミ佐藤。ああ、今はまだ。ずいぶん自信があるのね。今はまだ。まるでもうすぐあんたがトップに立つみたいね。失敗のしようがない。計画は完璧に進んでるわ。ほう、みんな BD 見てもう夢心地か。こいつは何を見てるんだい。何を見てるの？クラウドが誇る次期スタードールのサンプル映像よ。私が編集したの。次世代のエブリンよ。もっと賢い子だといいけど。いちいちこうあれだな、気に障るな。あとの二人は何者だ？あとの二人はあちらだ。本日の大事なお客様、この二人の目の前でヒロミには自分の小便にまみれて死んでもらうの。なるほど。こんなのは聞いてない。聞いてないぞ。おい、俺を見てみろ。おう、人はちっとも驚いてないときこういう顔になる。私はクローズをよく知ってる。力と冷酷さが何よりものを言うの。これが最善の方法よ。
マイコ。これから二人を起こす気分の悪い目覚めになるでしょうね。ショーの後に別のショーが始まるってわけ。きっと脳裏に焼き付くわ。計画と違うぞ。マイコ、目撃者をなしにする計画でしょう。力を示すんでしょ。目撃者なしにどうやって示すのよ。今どうすべきかは私が誰よりも理解してる。私を信じて考え抜いた上で決めたことなの。ほんまかいよ。ヒロミにとって変わる気なのね。ヒロミにとって変わる気なのね。そうよ。それでタイガークローズに加わることになっても。そうは言っても他のギャングからクラウドを守るにはこうするしかないでしょ。ああ、まあ言ってることは正しいんですけどね。言ってることは数字取ってんだけど全然納得いかないな。全然納得いかない。納得いかないね。今さら後には引けないわ。トムとロキシーは行動を開始してる。革命はもう始まってるの。足並みを揃えて全てを勝ち取るか全てを無駄にするかよ。まあしょうがねえな。話し合わせるから二人起こしてくれ。任せる。まあエブリンとは違うが。待て、どうなってる。こいつは誰だ。ヒロミ佐藤の時代はもう終わったの。ここにいるのは前にもクラウドの客を痛めつけた傭兵オズワルド・フォレストを殺し、そして今度はヒロミの自宅にも侵入してみせた。それだけじゃない。ヒロミが無能なおかげで今店はこんな事態になってるの。の、どういうことだ。私は長い間ヒロミのうんざりするような無能ぶりを見てきたわ。でもここまで来るともはや彼が役立たずなのは明らかでしょ。リー、マイコは何をしてるの。クラウドにはリストラが勝手に話を進めるな。話が飛躍しすぎよ。意思の統一が図れてないようだな。早く始末して、そのために来たんでしょ。さっさと始めるか。おしゃべりはもういい。さっさと始めよう。思い知らせてやる。お前もほい、やるね。やるね。はい、オッケー。一体どういうつもり。どうなるか分かってるでしょうね。この方がいいよ、やっちまった方がいい。どうせ生きてたってね。オッケー、刀。お、爪研ぎ。あー、これアイコニックだ。電撃ダメージがわずかに上昇し、低確率で敵がショック状態になる。おー、電撃剣だ。へえ。よっと、爪研ぎゲッチュ。ま、死人に口なしですわ。あとは好きにしな。はぁ、どうなるの。あんたはクラウドを去るか私に殺す。それで、もちろん分かってる。あんたはクラウドを去って二度と戻ってこない。それかここで私に殺される。最初から計画済みってわけ。でも忘れないで、私にもドールチップが入ってるのよ。よし、脱出して。出口はそこから下の階段。甘いな、俺の方が早い。出たらエレベーターを探して。やられるわけねえだろ、おめえごときによ。アパート出まーす。ま、ジュディには申し訳ないけど、あまりにもやっぱり自分勝手に行動しすぎだわな。トムとロキシーは無事に脱出したよ。ナイス。追ってもいない。まあ、ジュディにこのまま仕切らせた方が良さそうだな。1階まで降りてきて、屋台のとこで待ってる。はいよ。マイコを殺したの。嘘でしょ。信じられない。はあ、私のせいじゃないんですけどね。正当防衛、私のせいじゃない。悪いけどそうは思えない。
方法はあったはず。マイコもこうなることは予想できたはず。だって最初からそういうことじゃないの。ああ、まあ、そうかもしれないけどね。きっと殺さずに済む方法はあった。こんな結果になって残念よ。私もよ。しばらく一人で考えさせて。お願い。またね、B。じゃあね、ジュディ。なんか私が悪者になってるんですけど。私が悪者になってるんですけど、あれおかしいな。どっちの言うこともいかなかったら、どっちともなんかすごい嫌な思いさせられたんだけど、あれ。いや、もう一度礼を言わせてくれ。ああ、どうした兄弟。多くの命と手足を救ってくれた。いいのよ。これからどうするの？お兄さんは僧侶を続けられる？ハラダイ目者の戒めは悟りへの導きであって絶対の掟ではない。より険しい道を歩むことになったが、拙僧は決して諦めんさ。コントラクトについてどう思う？一つ教えて。インプラントを否定してるみたいだけど、コンストラクトについてはどう思う？ああ、レリックのことだな。最近話題になっているようだが、一概には語れない複雑な問題だ。ある記憶痕跡がとある人物のコピーなのか、あるいはデジタル世界に存在する本人そのものなのかによるところだ。人のデジタル化に手こないか。記憶痕跡がデジタル化された本人だとして、その行いは正しいと思う？仏教はデジタル化そのものを咎めはしない。寺院では自動販売機が教えを説いたりしている。デジタルへの転移に罪があるとは思わない。本人が心安らかにそれを受け入れている限りはな。だが忘れてはならない、人は体にとらわれし存在なのだ。たとえそれが生身の肉体でなくても。不老不死には否定的ってこと？死がなければより良き生を重ねることもできず、涅槃に達することも不可能だ。なるほど、仏教的だ。人のコピーはまだ人だと思うか。記憶痕跡がただのコピーだとしましょう。その場合、それは人間だと言える？そこに確かな自我があるのなら、仏教徒はそれを人間とみなすだろう。人間の複雑な精神を完璧に複製したのなら、それはやはり人間の精神だ。だがそれに輪廻転生は可能だろうか？もし不可能だとしたら、そこに魂は存在していると言えるだろうか？つまり一言で言えば、すごく複雑な話だ。まあそういうことやな。苦悩こそが鍵だ。苦しみは人類の誕生から常に存在している。コンストラクトに苦悩があるのなら、それは人間と言える。ジョニーはどう？どう思う？あんたはジョニー自身か、それともコピーか？何の違いがある？どのみち俺は囚われてる。コードの羅列とお前の体にな。シルバーハンドは実は死んでるのかもね。なんだ、俺は偽物だとそう言いたいのか？本物のシルバーハンドが死んでるなら、それはそいつの問題で俺には関係ない。参考になった。どうだかね。考えただけで頭痛がしてくる。聞いてみるんだな、てめえのボスに。え、やつ？では幸運を。それじゃ幸運を祈ってるよ。さらばだ。正しき道を外れることのないよう祈っている。ありがとうございます。そうか、まあでもしょうがねえな。俺はやるべきことをやっただけだからな。それでジョニーが怒ったとしても、それは仕方のないこと。もうあれだもんね。だってジョディとさ、マイコの間でさ、全然話がさ統一性になってないんだもん。向こうは向こうで勝手にやるしさ、こっちはこっちで勝手にやらせてもらうしかねえわな。よいしょ。なんか売ってるかい？あれ？いね。あ、いた。なんか売ってるかい？マンティスのやつは確か私は持ってたはずだ。
まあいいでしょ。あれでへそ曲げてしまってもそれは私のせいではございません。私のせいではございません。知ったことではございません。まあ気が戻ったらなんとかなるんじゃない？どうなんだろう。では次に行きまして、焼けつくようなアイカ大義のためはまだ連絡が来ない。これメインストーリーが進まねえと入ってこねえのかな。焼けつくようなアイカログに連絡してデートに誘う。ロー姉さんとこ電話して、あ、メッセージ来てる。問題ない。いつでもいいよ。計画は？グレースを見つけた。あ、これ変身する前にあれしちゃったか。え？ジョニーがデートに誘いたがってるけど、どう？ジョニーが？それともあんたが？ジョニーよ。私たちを見分けるのは簡単だって言ってたでしょ。わかった。どこ行くの？行くのかい？どこに行きたい？ノースオークのシルバーピクセルクラウド。わかった。後でアフターライフに迎えに行く。オッケー。夜アフターライフに、ロゴを迎えに行く。行きますか。一つ言い忘れてた。来るのは夜にしてくれるかい？今別件で立て込んでってね。了解です。今晩アフターライフで。それじゃ。お、綺麗になってるわ。Maybe Ado was in the news because in 2022 it was a city of 4 million people.And a site of one of the nastiest fights of the Fourth Corporate War. Okay, go there. Not just a year later was a city of 4 million ghosts. Entire population had been exposed and killed off by some unknown disease, which was incredibly rapid and lethal. Whatever it was, the Koreans did contain it. And even today, the blockades maintain on this city. Or is it? I don't mean the quarantine, that's real enough. Ask anyone who's tried to sneak in.No, I mean the city. Is it really dead? It's hard to get satellite footage of the place, but a friend of mine in an interesting place dropped me some images, and let me tell you folks, something is going on. December last year, a fire broke out in the Donye district. Now, that's not unusual. Maybe a lightning strike, old gas line. What's strange is that in those satellite images from February this year, that damage has been repaired.Now, the Koreans who maintain the blockade of the city have responded to rumors in the past. They say the city was already one of the most automated in the world for the war committed to collateral damage. After all the people died, the machines just kept working. That even made sense at the time. Come on, it's been 50 years. Do any of you know of any machine that keeps running for 50 years without proper maintenance? I mean...Sure, the machines keep the lights on, but who's keeping them? よいしょ。お、いるね。姉さん、ジーッス。ローグ、準備はいい？また。行ける？ジョニーはどこ？やっぱりすっぽかすのかい。ははは。しゃあねえなぁ。すごく綺麗じゃん。すごく綺麗。それはどっちが言ったんだ？ジョニーはいつ来るのさ。この格好にしたいのね。この元子スタイルね、まあ、これはできねえのかな。普通にこれインナーさえどうにかすればこれでいけるのか。後で考えてこの格好はしてみたいんだよね。ああ、私はただの運転手でやんす。私はただの運転手。あいつを尻に敷いてるんだな。歳の割にやるじゃない。ジョニーのポルシェ。おどこでこれを？グレイソンが話してた、あのコンテナに入ってたの。まあコンテナを見つけたのはあれなんですけどね。この車にはいろんな思い出が。ああ、やっぱこれできて正解だったんだな。シルバーピクセルはあんたのお気に入り？前はね、もうずっと言ってない。ドライブイン式は随分時代遅れだけど、
シルバーピクセルだけはまだ残った。へえー、あ、ドライブインシアターのことか。だる、だからジョニーに連れてってって頼んだんだ。大昔にあいつの案じゃなかったの。まさかあいつのデートプランなんて荒坂のビルバカぐらいのもんだね。だろうな。それでだ、ビル、本当のことを教えな。本当って？ジョニーがやることにはいつだって裏がある。今回は何が目的なんだ？バレてますね、ジョニーさん。ジョニーは変わったの。あんたと一緒にいたいだけよ。騙すつもりも下心もない。もうだいぶ丸くなったからね、ジョニー。ジョニーアイアンハンドぐらい丸くなってる。もしかしたらジョニーコッパーハンドぐらいかもしれない。ロブ、ちょっと考えててね。無視無欲のジョニーなんて、あんたがいい影響を与えてんのかな。そうなんすかね。ここを右。雨止まねえかな。ドライブインシアターで雨って相当だと思うけど。雨のナイトシティとか俺からしたらどちらかというと西田ワニ車中が。最近イノセンスを見てるの特に頭の中が可愛い感じだね。お、喧嘩かい。喧嘩だけど今は無理だね。すまねえな。先です。もうちょっと先ですが、多分上なので山道を確かグイ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 登っていくはずよ。すげえ立ってんじゃん。オープンねえの。ここから山道。やまないね。これはやみませんな。あー、ここか。そうか、開かなかったような気がするけど。ここの何年も経ってるからね。安心して、実は前に来たことがあるの。入り方を知ってる。私たちの貸し切り。あ、中開けたわ、そういうの。焼けつくよない。お、雨が上がったぞ。すげえな、ローグ姉さん多分超ド級の晴れ女やな。映写機を回してみぬ。私は席を選んでおく。わかった。映写機。よし、映写機を調べに行こう。オッケー。あ、上か。
口はこっちだ。ずいぶん詳しいな、ジョン。映写機らしいのを見つけた。これは動かし方はお前の方でなんとかなるか。おい、武士道展フェードアウト、今じゃ懐かしの映画だろう。だってフェードアウトって言うとそのまま本当にフェードアウトしていくからな。後ろの車がマイマイなのかよ、なんでや。もうファイルあるぞ。上映スケジュール2069年、だから8年前ぐらいにここがもうなくなっちゃってんだ。8年前まではやってたんだな。ゲームオブクローブ、ジグジグストリートの悪夢、完全にこれホラーでしょ。これ多分あれでしょ、ファンタジー系でしょ。お、なんかある。他は？見てみよう。よし、見てみようか。お、最後に再生されたのは武士道展だ。完璧だな。どう見ても C 級映画でしょ。あのナビ、ここはドライブインだぞ。内容なんて誰も気にしない。確かに。ちょっと女の裸が見れて血が吹き出ればいいんだ。背景音みたいなもんさ。武士道の宣伝文句ね。じゃあ B、少し二人きりにしてくれ。はい、楽しんでくれ。二人とも楽しんで。最高の席を用意した。上がりな。世界がひっくり返らなきゃ無理だと思ってた。でもまさかこんな風にひっくり返るとはね。今だけ2015年のふりしてみな。出会ってすぐ、まだあんたがどんなろくでなしか知らない頃。人生。ちなみに俺が誘ったのはやるためだった。俺は正解に誘ったらやめるためだった。2077年のローグが好きだ。どうしよう、まあ、2077年のローグも好きだけど、ここはローグス姉さんのやっぱりこうせっかくのね、こう願いを叶えてあげましょう。いいぜ。ちなみに映画に誘ったのはやるためだ。もし2015年から人生をやり直せるとしたら、今までやったことの何を変えた？はあ、そうな。テリーとやる。ああ、でもどうなんだろうね。別にさ、これローグが好きなわけではないんだよね。随分と悩む。結果的にはまあジョニーにと思ってやりゃいいんだよ。変える必要なんてない。バカな考えも間抜けな判断も全部自分で決めたことだ。じゃあまた殺される。人間で亡くなった誰かのためにアラサカに執着して。別に、ただあんたがいない間、私はずっと考えてたから。
もしあの時ってグレイソンやスマッシャーに関係してることか。え？スマッシャーがどうして出てくるのさ。まだあいつのことが引っかかってるようだった。当たり前だろ。悔しくて仕方ないよ。でも今は考えたくない。うん、大切なのは俺がお前のところに戻ってきたことだ。何か隠してるんじゃない。大切なのは俺がお前のところに戻ってきたことだ。でも俺はお前のところに戻ってきた。もしの話よりその方がずっと大事だ。今夜一晩しかないなんてね。大したことはしてやれない、うん、それだけあれば十分だ。それだけあれば十分だ。ローグ、時間は限られてるし体も借り物だが、俺はここにいる。ジャニュー、ダメ、ダメなんだ。Bに悪いってことか。あんたに悪い。何も変わってないふりをしてた。あんたの知ってる昔のローグのまんまだってね。少しの間は自分も騙せてた。私はもう帰る。ローグ、クソ、あーおはようございます。どう、楽しんだ？ローグがいない。どうした？え、うまくいかなかったの？うまくいかなかったみたいね。まあね、ドライブインで素敵な夜を楽しんでたはずが、急に怒って訳も教えてくれなかった。思い当たる節は？思い当たる節は、グレイソンと話してた時、あいつの様子が変だったろ。変というより、グレイソンの言葉に動揺してたというか、それが原因かも。探る必要がある。とりあえずノースオークへ頼む。それでローグのことがわかるの？いや、ケリーだ。着いたら話す。にしても映画はひでえもんだったな。だから言ったろうが、なんかあんだろうね、まあ、ローグの中でね。女性 B は、俺の場合は体女性 B だからな、あんまりローグ姉さん気にしなくてもっていう。何をやって話だな。まあ、なんだ、何だな、何の話や、何の話や。で、これで反骨ノースオークのサインところでジョニーと、ちょっと気になりますが、このまま行きますか。大
大体わかるけどね、どんな感じか。まあ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 、申し訳ないんだろうな。意外とローグ姉さんピュアだな。オッケー、農倉庫に向かいます。 1.1km 先。でもこの辺は選択肢すごい変わりそうっていうか、あとは今までの行動でもだいぶ変わりそうな内容のクエストではあるっぽいけどな。抜かす時もスムーズ。スマッシュアートネズさんやろ。でそれをやっぱり気にしてるんや、ネズさん的には。あ、ドラマですよ、ドラマ。どこ？ここ？この辺でいいだろう。おほん？何すんの？ね、ここで何するつもり？ケリーが豪邸に住んでると聞いたんでな。大したもんだ。そんな話どこで聞いたの？街のあちこちさ。スクリームシートはあいつの話題で持ちきりだ。そういやお前はいなかったな。大騒ぎした夜のことね。下手じゃね。それでケリーを訪ねる気？なあ、またとない機会だからな。まあ下手も何もねえか。あれで跳ねたらお前それは心霊現象よ。お、最近の記事によるとあいつは鬱で自殺未遂をしたらしい。本気で心配してるの？ここは一つ経験者が助言してやろうと思ってな。ジョニーとして行きたいってこと？また体をかせて。近い近い。そうだ、前回もお行儀よくしてただろう。ご褒美にもう一回多めに見てくれよ。自殺未遂ってどういうことや。自殺未遂ってどういうこと。素人くせえ話だよ。やっつけにも程がある。あの野郎、自分の部屋で頭を打とうとしてボディーガードにあっさり銃を取り上げられやがったんだ。ただの噂かもしれない。かもな。だが確かめたいんだ。今度はケリーのため。その次は誰のため？最初はローグ、次はケリー。先に全員分のリストをもらってもいい？その二人だけだ。俺がダチだと思ってて今でも生きてるやつなんてそうたくさんいねえからな。まあ、確かに。だからこそケリーと話したいんだ。はっ、しゃあねえな。わかった。でも何をするか教えてくれ。わかった。でも何をする気か教えて。バカな真似はしないって。やつの様子を知りたいだけだ。どうやって自分だと伝えるの？もし本当に苦しんでるんだとしたら下手に混乱させない方がいいんじゃない？ B、 あいつは常に何かしら悩んでた。だから俺たちはいろいろあっても何とかやれてたのさ。心配するな。ちゃんと様子を見てうまくやる。だがまずはあの家に潜り込まなきゃな。わかった。変わりたくなったら教えて。オッケー。反骨。ケリーはギターのやつだな。普通に侵入すんの？大丈夫かよ。
けませぬ。よし。すげえな、ハリウッドみたいなところに住んでんだな。金持ってますね。よいしょ。ケリーの家に入る。ああ、この何、もうこの塀から先？すごいな。よし。なんでこんなところにメモが落ちとるんで。あら。どうも。警備ロボットがいるんだね。見るね。ロボット視界広いね。やばいね。すんごいいるね。マジヤバリンコだね、これね。ロボットは壊してもいいのかな。こうだな。少女室です。ごめんね、ケリー、ちょっと壊せ。なんだこのデッグは。わかんない、私に聞かないでよ。あー、なんかいろいろすごいことになっております。大丈夫です、入るよ。うわ、めっちゃ荒れてんじゃん。住んでんな。一応高級品なんだろうが、にしても何なんだこの趣味の悪さは。めっちゃ荒れてんじゃん。何これ。ああ、ギターぶっ壊れてるし。やばいね。なんだこりゃ、まるでモデルルームみたいな部屋だな。ケリーはこんなの選ばねえ。あいつはいつも外で食ってたからな。こっち行ったんじゃねえの。めっちゃすごいとこ住んでますけどね。ええ、もう私はオレンジ色の光しか興味がありませんけどね。ああ、一応でも侍のやつ飾ってあるわ。チェベン、うん、知ってる曲ね。これなら私も知ってる。歴史的名曲だ。あ、やっぱチッピンがやっぱ 名曲なんだ。これは、これはセカンドコンフリクト。ケリーはいつもキッチュなタイトルつけやがる。キッチュ何も変わってないらしい。あ、これはこれは俺たちの昔のシングルだ。五章大事に取ってやがったが。ネバーフェードアウェイ。好きなのを一曲だけ選ぶとしたらそいつだな。ああ、そうなんだ。お前バンドやってたわりに一曲しかねえのかよ、好きな曲。まあ言うてね、売れる曲と自分たちの好きな曲は別ですからね。見ろよ、侍のさなぎから蝶になったケリーが羽ばたこうとしてる。あっやべえやつ、これだけは言える、やべえやつ。やっぱりね、これを見るとやっぱりね、ジャパニーズのロッカーをもっとあれしてほしいですね、リスペクトしてほしいですね。うん、車のセンスは悪くない。エアロンダイト持ってんじゃん、めっちゃやべえな。一応いるんだな、敵。その割にはもうすげえなんか落書きされてるし。
すごいコレクション。へえ、こいつはすげえな。侍時代に俺が引いてたやつもあるじゃないか。どれ、これ？これ変なの？ヴィンテージのバラライカ、2029年。あのギターいくらぐらい？高いなんて次元じゃねえさ。ケリーのお気に入りだ。いい。うん、千万じゃない。今風に言えば。アストラルロック、2043年。ああ、これはジョニー・シルバーハンド。あっちょよ。何このサンダーワードみたいな。すごいね。他なんか見れるのかな。完全にこっちの方とかキラーだもんな。ギターはキーや。ね、やっぱああなっていただきたいですね。あいつはここに座って揃えたガラクタをめでてるのかね。2階に上がりまして、最後のロッカーボーイ、ケリー・ユーロダインのソロキャリア。侍に何が起きたのか、その真実は、ジョニー・シルバーハンドとケリー・ユーロダインの友情、そしてジョニーの謎の失踪が残した傷により長年にわたってベールに包まれてきた。ユーロダインは堅くない沈黙を守り続けているばかりか。彼は自身のキャリアに悪影響が出ようともシルバーハンドに敬意を示し、バンドの楽曲の権利も全てシルバーハンドに捧げているんだ。へえ、じゃあお前結構金入ってんだな。侍の解散後、フィリピンに移り住んだユーロダインはそこで創作上のルーツを新たに見出した。そして過去とのつながりを断ち、キャリアの新たな一生を開始する。その後の彼の成功は侍のそれと並ぶどころか、凌駕することもたびたびあった。へえ、気取らない自然体のカリスマ性とステージでの圧倒的存在感によって、ケリーは、観客を確実に魅了する。それと比べれば、シルバーハンドの攻撃的なシャウトや政治的なスタンドプレーは、才能の、凡庸さを、隠すためのパフォーマンスでしかなかったようにも思える。2階はそんなもん？でかすぎるんだよ、家がよ。こんないんねえだろうがよ。酒盛りしてんじゃねえか。金落っこってんじゃねえか。2000万ユーロぐらい落っこちてねえかな。下になんかあんだよな。どれだ、これか。いや、黄色はついてる。スキャンがでっか。スキャン。シャワーを浴びてる。あ、ここにいるのね。じゃあその前に他を物色しましょう。じゃあ上へ行ってみましょう。いやー、これはまた立派なジュークボックスですね。これは旦那さんの趣味で。ここは金。この家で本当に使ってんのはこれだけじゃねえのか。あり得る。あ、すんごい家だな。でもでけえだけの家が汚くなるとこうなるっていう典型的ないい例だな。
ちゃんと掃除も何もしねえとでけえだけだとこうなる。やさくれたやつがこう豪邸を持つとこうなるのはあれだな。じゃあ行くか。シャワーを浴びてるよね。しかも一人だ。こいつは助かった。よし、ここから先は俺に任せておけ。大丈夫か？本当か？ミスティの薬を飲むんだ。ほら。しゃあねえな、ちょっと待って。待ってよ、急すぎるでしょ。なんだよ、結局信用してないのか。わかった。そろそろ覚悟を決めたらどうなんだ？わかった。わかった。後半に来ても薬飲みっぱなし。この方がずっといい。さて、お飾りじゃないまともに弾けるやつを見つけてやるか。ああ、チップ。あ、まあでも好きだったやつをやっぱ弾くんじゃない。今日俺が好きなのはこれだなみたいな感じで言ってたもんね。We lost everything。その爪じゃ弾けない。続けろ。続けんのかい。いいぜ。いいぜ。ジョニーか。ケリーか。いや。そんなバカな。何かの冗談だ。そうだ。シルバーハンドは死ぬ前に俺に何と言った？試しても俺を試すのか。もう一曲弾いてやってもいいんだぜ。質問に答えろ。侍を捨てて自分の道を行けだったな。案の定俺が正しかったようだ。ジョニー・シルバーハンド、ま、バカな。どうやって？サプライズだ。このクソ野郎。いってー。はい、あー、殴られてるのは私なんですけどね。俺が来るとは思ってなかったよな。その逆だ。この瞬間を50年待ちわびてたんだ。しかし変わったな。胸もついてるし、そういうのが趣味になったのか。ああ、まあな、そっちは。まあな、お前はどうしてたんだ。本当にジョニーなんだな。クソ、酒がいる。で、どういうことか教えろよ。なんでアフターライフのコソドロパンクみたいな格好してるんだ。はあ、お前こそその喉どうした。お前こそ喉に何をつけてんだ。これで二度と音痴だとは言わせねえぜ。いい家だ。大して見てないだろう。いや、だいぶ見させていただきましたけどね。4枚目のアルバムの後に買ったんだ。売れてるらしいじゃないか。うるせえよ、ジョニー。からかうな。どこと契約してる？あらさかに決まってるだろ。はぁ？昼はやつらのスタジオで収録。夜はよりのむが来てご近所同士のバーベキューだ。で、本当はどこと契約してるんだ？MSM レコード。こりゃまた大手だな。まあとにかく座れよ。今までどこにいたんだ？一人暮らしか。一人でここに住んでるのか？いや、今日は休みだが、エリアルって料理人と、あとはミゲルが。ってそんなことはどうでもいい。座れ、今はお前の話だ。座れと言いましても、こっちか。長い話だ、覚悟しろ。こんだけ長い間待たされたんだ。どうせなら死ぬほど悲劇的なやつを期待してるぜ。もしお前がノーマッドなんかと一緒に広々とした道を爆走してたとか、軌道ステーションでのんびり暮らしてて、ふと思いつきで俺の人生をぶち壊しに来たとかなら、俺は正気をなくしちまうからな。ふん。なあ、ケロ話だぜ。かもしれねえぞ。これこれ覚えてるか？
ヘンリーがシラフだった唯一の時だ。シャキッとしてたよな。ああ、演奏は最悪だったな。デニーは喜んでたろ。デニーはヘンリーの何が良かったんだろうな。デニーはヤツの何が良かったんだろうな。あいつは頭のいい女だった。俺たちなんかとつるんでたのも不思議だ。分かっちゃねえな。デニーは一人じゃ服も着れないようなダメ男がタイプだったんだ。いるいる、そういうの。ヘンリーみたいなのがちょうど良かったんだろうな。デニーは何度も奴の尻拭いをしてた。俺のケツは拭ってくれなかったぜ。お前は相手が山ほどいただろう。振り返ってみるとあの頃は良かったな。こうして振り返るとあの頃が一番良かったな。ネズミが湧く汚ねえ箱で、ライブ前にはしょっちゅう喧嘩して、やりたい音楽も分かっちゃねえし、ちっとも売れなかった。仕切り屋のナンシー、酒としょんべんくせえヘンリー、俺はお前のズボンをよく盗んでた。最高の日々だ。うつがどうかってのは本当の話か。うつがどうのって聞いたが本当なのか。まさか、ただのプロモーション戦略さ。なろうな。なら自殺の話はどうだ。頭を吹っ飛ばせば売り上げが上がるとでも思ったか。お前なら上がらんだろうな。誰も覚えちゃいない。分かったぞ。俺がお前抜きでちゃんとやってるのが気に食わないんだろう。まいったね。そうきたか。そうきましたね。よくあるある話でそうきましたね。みんなと連絡取ってるか。ナンシーだけだ。あいつは今ベサイシスって名前で N54 ニュースに勤めてる。ベサイシス。会いたいならデニーやヘンリーも探せるぜ。久々に集まるか。一曲やるとかさ。ベスアイシスな。ベスアイシスってナンシー本気かよ。古代エジプトがテーマのコスプレストリッパーがつけてる源氏名みたいだ。気に入らないのか。お前が死んでなければアドバイスを聞いてくれたかもな。音楽をやってないことは分かったが元気にはしてんのか。本人に聞けよ。ヘンリーは酒で死んでそうだわ。ヘンリーはきっと肝臓と心中してる。死んだら耳に入るはずだ。共通の友人がいる。居場所くらいなら掴めるだろう。なんか今のところ会ってるそうなやつがいたりしそうだけどな。あ、でも息子に会ってるよな。車持ってこさせられたやつ。あれドラムの息子だなだったっけ。ジョニー、デニーはまだ音楽をやってそうだな。才能だけじゃなく根性もあった。ああ、少し前に曲を出してた。ノースオークに引っ越したしな。連絡してないんじゃなかったか。直接聞いたんじゃない。俺を避けてるようだしな。お前は家から出ないのか。ああ。侍を復活させたいのか。侍を復活させたいのか。さあ、誰にも見られねえ場所で一度ライブをやるくらいなら構わないぜ。ほら、俺にもイメージってもんがあるからさ。おお、イメージね。また一から俺の事情を説明するのはごめんなさい。ああ、そこは省略しよう。退屈だからな。生体チップ、荒坂の陰謀、魔法の薬、俺のアウトプットってのはどうだ。オッケー、やろうぜ。やる気満々じゃねえかおめえも。わかった、一丁やるか。よっしゃ。じゃあお前にナンシーの番号を送る。ヘニーとデニーは俺に任しとけ。ああ、俺がいないときは B が相手になる。構わねえが、そいつと仲いいのか。最近はそうでもない。おい、それでも切っても切れない縁でね。なんだよ、最近そうでもねえとかって言われちゃってんじゃねえかな。どうやって戻るタイミング。お前、あお。ジョニー大丈夫か。全然。ああ、お前が B か。どうも。まさにジョニーが言った通りだな。はあ、しばしの再会を楽しんでくれましたか。いや、っていうかもう大丈夫です。ちょっと近づかないでください。なんだよ、
俺は別に悪いことはしてねえぞ。近づかないでください。ちょっとそんな、とりあえずじっとして汚い格好で休んだ方がいい。ちょっと触らないでください。心配はいらない。ライブをやるって聞いてたのか。薬が切れかけてたからね。で、侍を生で見たいだろう。こんな機会は二度とないぞ。やりたいだけじゃねえかお前。ローグの時みたいになったら、ローグの時みたいにまたがっかりするかもよ。今回は違う。ケリーのためにやるんだ。なんだかんだ言ってバンドメンバーを心配するのはお前はすごいいいやつだと思う。わかった、ナンシーに連絡する。そう来なくちゃ。子供だな。中身ガキなんだよなジョニーな。はあ、ケリー・ユーロダイン。ケリー・ユーロダイン。ああナンシーハート。え、ナンシー、ナンシーじゃなくてベスアイシス。いいえ、ろくな給料ももらってなきゃ感謝もされない N54 ニュースのアシスタントスティーブンです。ご用件は。誰？ベスと話したい。今はいません。なんで？いつ戻る？いつ戻るの？2日前までには戻るはずでした。ほう。当店探知にメールストロームの取材に行ったんです。バカだね。来週かけ直してください。ニュースで見かけなければね。やばいやばい。何かあったら僕が真っ先にレポートするんで。B、嫌な予感がする。いや、嫌な予感しかしねえだろ。当店探知に行くしかなさそうだな。おうおうおお、マジか。とりあえずメモよこせ。あと車よこせ。乗れねえじゃねえか。同じ車持ってるけど全然こっちの方が綺麗だ。うちの中古車なんでね。あー悲しい。当店探知行きまーす。新たな苦しみ。まさかこんなに連続ミッションになると思わなかった。よいしょ。どこに出た。オッケー、行こうか。けん？この人の息子が乗ってた車を取り返したんだよね、確かね。確かドラムの息子だったはずだったな。ドラムの息子で、ドラ息子ってね、ドラ息子のトラでございますみたいな感じ。とりあえず行きましょう。行って戻ってこねえと。完全にメイルストローム、メイルストロームが穴見えな。おー、ジューディーがかかって。どうした？元気？どうした？私は変わらずやってるよ。そっちは？おあ、ジューディーのこと考えてた。ジューディーのことを考えてた。たまたま？それともいつも私のこと考えてるとか？頭の中で悪口を言ってるだけかもよ。まあ、私のことを覚えててくれてよかった。実はお願いがあって。ああ、ああ、何でも言ってくれ。ジュディといると退屈しないで済むね。あなたが退屈することなんてあるの？それはお互い様。前置きはこの辺にして。どうしたの？どうした？とりあえず必要なことだけ伝えるね。このミッションに銃はいらない。必要なのはウェットスーツだけ。完全にダイブしようって感じじゃん。ウェットスーツ？面白そうだけど、ウェットスーツっての？それは秘密。答え合わせは実際に来てみてのお楽しみ。なるほど。私の乗せ方分かってるじゃない。分かってんじゃん。その方が面白いでしょ。乗った。その話乗った。言っとくけど、ウェットスーツを着た私はすごいよ。すごいよ。見るまで信じないから。ウェットスーツがめき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 って、おお。ってなる。ええ、知ってるけど。湖のほとりに小さなバンガローがある。日が沈む頃、
そこで会いましょう。はい。つまりこれってデートか。つまりこれはデートのお誘いってこと。答えは行けばわかるとだけ言っとく。デートじゃねえか。あーよー、あの子のこの切り替えの速さ、あの子のこの切り替えの速さはすごいわ。現代っ子やな。2077年の現代っ子やわ。オーソンの車です。その前にね、到底探知行かないと。あれ途中でか、あれかな、毎回そうだけど途中でまた後でにしとくにすると、断らない限りはまた後で連絡来るか。毎回もう二つ返事で行く行くって言って、三日四日待たせんだけど、俺の下に。その人だったら切れられるんだけど、まあ人徳のおかげだね。物騒だな、怖いな、物騒で怖いな、いるな、絶対敵だよな、当選探知はあそこだもんな。じゃあやっちゃおうかな。とりあえずあれを伸ばさなくちゃいけないかな。あれなんすよね。ブレード以外俺あんまり才能ないからな。いやー短い、なかなかに短いなこれ。あれだな、すげえあちこちから来たな。ではこうしてからね。ああなるほどね、近距離行ってから、近距離行ってからこっから抜刀でいける。ああこのコンボはいいね、これはかっこいい。ただこれをやるためにはいちいちここに戻さなくちゃいけない。ああ難しいな。思い出、そういえばさっきからずっとやってました。捨てずに来てました。サングラスもしてませんでした。あーっと、これはこういう感じなんだよね。ダッサダッサ。こういうタイプか。一応形だけ覚えとけどね。これのレジェンダリーを拾った時にどうだって話。
いらねえす、いらねえす、いらねえす、全部分解です。長押しやな。練習しとかないと。拾わなくてもいいんだけど、拾っとかないとどん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 こうログデータが残ってしまうので、拾っておきたいんですよね。来たじゃん今、もうほんとやめて。おいあんた、その中に入ってったら死ぬよ。マジでな。当店探知なんか取材するバカがどこにいる。何しーくらいだ。常連客。当店探知に入ります。ほら、上に行こうぜ。了解。お、ケリー・ユーロダイン。やった、ヘニーが食われてよ。あいつはリハビリ施設から退院したんだ。窓からだけどな。韓国は俺たちを止めようとしてたんで、サインでも求めるかと思ったが、俺は誰にも気づきもしなかった。続きは待っとんだ。ナンシトリーの方はどうなってる？問題はないです。多分。なんか返してきたけど、まあいいや。今はそれどころじゃねえ。やべえな。その格好いいね。いいだろう？ミニマリストか。俺も昔はそんなだったぜ。絶対嘘。え？さっさと行け。 ありがとうございます。ドレスコートで？よかった。3階だ。こっちは指がしびれててよ。やべえな。ただ服装で入れてくれたぞ。あれ入れてくれるやつ、入れてくれないやつあんのかな。絶対お前やばいやつ。やべえな。メイルストローム行きつけのバーなんだな。今日は仲間のティータスがやってんだ。ティータス、いい曲だろ。メグはどこどこ系だわ。ジョニーが失神しまうよ。じゃあな。おう、じゃあなって言っても、お前俺が見えてねえな。もうやば。メグぞ。なに、お前ならすぐ馴染む。オッケー。俺は馴染むけど、お前がな。もう開かない。入れる？おい、嘘だろ。オールフーズの映像をお前も見たよ。だよな。ロイスをやった女だ。まさか自分からノコノコやってくるバカがいるかよ。ベイアイシス、ベサイシス。質問してんのはこっちだよな。お前ロイスを殺したやつだよ。はあ、そうよ。ロイスが死んで生成したでしょ。そうよ。ロイスが死んで生成したでしょ。飛んで火にいる夏の虫じゃねえか。お前ら、どきな。お、こいつはオールフースだ。わかってるよ。何の用だ。あんたがここのボス。用心しろ。今はあんたがここのボス。ああ、驚いたか。いや、あんたの噂は聞いてたから。さぞかしいい噂だったろうね。まさか最初の頃のクエストがこんなところまで影響してくるとは思わなかった。レスアイシス、心当たりは？女の仲間か。話があるだけ。
ここにいるんでしょ。話ねえ、ついてきな。お、わかるやつじゃん。いいね、通るよ。よく進みすぎじゃない。あんたには感謝しないといけないな。おお、何のこと？何のこと？ロイスを葬ってくれただろ、助かったよ。私にとっても好都合だった。ああ、そいつはよかった。いい、気にしないで、気にしないで。ロイスをやってると多分ここになるんだな。すごっ。すごっ。さすが。俺ほら、やっちまったからね。あそこの取引のところにね。ジャッキーが生きてた頃の話だったよ、ね。すげえな。バタフライすぎるでしょ。この箱でやるのもいいな。やれの字が間違ってねえ、ラジオに。許してくれるの？ありがとう。から言ってるでしょ。音楽メディアだろ？聞いたんだ。女はちゃんと調べたのか？一体どうやって助けを呼んだんだ？ナンシーだ。綺麗事しやがる。はあ、助けなんか呼んでない、知らない女よ。どうだかな。また私ら罠にはめよってんだろ。無駄だよ。あれ、そんなにね。なんだよ、せっかく生かしてやったのによ。もったいねえ、やばいぜ。わあ、もう。ありがとう。ここから出るぞ。で、あなたは B、ケリー・ユーロダインの使いよ。ケリー？もう頭がおかしくなりそう。きっと妄想癖のあるパトリシアのせいね。侍のことよ、後で話す。分かった。まずは出ましょう。私についてきて。はーい。そこのエレベーターへ。早く。とりあえずレジェンダリアゲットしたもん。結局死ぬのか。もったいねえやつだ。普通にバレると思うんだけど、いつの間にか人がいないし。トラブル発生だよね。知ってるわ。あ、違う、もう難しいなこのコンボ。しかもこれで入れ替えると俺も遅くなっちゃうんですよ。ごめんなさい。いて近づいて近距離撃って、バルハラに旅立つ時が来た。バルハラ、バルハラへようこそ。おい、バルハラ。いちいちこっちに近いのかな。ふんふんふん。このままじゃ殲滅だ。どうした？ちびって出てこれなくなったか？かっこいい、綺麗に決めたよ。じゃーん。これがやりたかった。
重いんです。レジェンダリア取っときますかね、さすがに。え、俺なんかそんなに重いものいっぱい持ってたっけ、武器以外。ああ、多分、ああ、そうだね、こっちだね。ああ、でも爪研ぎもかっこいいから、ちょっと使ってみたいな。ビリビリ系でしょ？これでだいぶ軽くなった。いやー、でもまだ208あるな。が重いんだ。多分フラグかなんかかな。フラグも使わないからね、ほとんどね。31ぐらい分解しよう。EMP グレネード、そうか、せっかくだからフラグも使ってあげないとな。50個ぐらい分解。だいぶ軽くなったような気がする。基本的にフラッシュパンがあればね。あと何もいらないですか。バイオグレネードとか全然使ったことないけど、めちゃめちゃあるわ。普通のフラゲが96個もあるというこの異常事態。でもう部品に変えちゃって、基本的に部品に変えて、服にして売った方が高くつくっていうね。最高ですわ。イエーイ、アップ。その場で分解っていうあれがないな。はいはいはい、もういらないでしょ、あんたたちにはね。間違えて取っちゃったわ。お、技術でしょ。もう諦めよう。かといって何かがあるわけじゃない。まだいるんだ、結構いるね。ここにいるわ。はい、どこ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 。あ、後ろにいるのね。ほい、いるの、いるの、上がってんだ。こっちも上がってんだ。どこにいんだ。武器持ちすぎ。剣以外がやっと強いっすね。全然上げてないですからね。上げなきゃダメなんですけどね。近接特化にするとこういう時に大変だね。メイルストロームっていうのはもう誰一人としてこう生かしちゃおっけねえな。全部やっちまった方がいいかもしれねえな。
はいはい。他にはなんかレジェンダリーとかねえの。見てねえのレジェンダリー。んじゃねえのこの後ろとかよ。まあでもボス倒しちゃったからいねえか。そういねえの。ゲッチュー。他はナンシーをほっとくっていうな。ナンシーってさ、こっちのナンシーとは違うのかな。あ、やっぱそうだよね。あ、やっぱそうだわ。こいつのことだ。どっかで聞いたなと思ったら、あのネットで調べて、なんかこの人について何か知りませんかって情報を得てたけど、消されるぞバカ野郎って言ってたんだけど、ここで捕まってたんだな本当にな。はい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 、繋がりましたわ。そりゃ連絡来ねえはずだわ。俺が見つけたわクエストの主を。このエレベーター遅すぎでしょ。大丈夫です、もういないんで。よし、行きましょう。外に車が。はーい。大丈夫。ヒヤヒヤしたわ。あの妄想女、私をスパイだと思ったのね。やっぱりあれなんだな、サイバーパンクの世界だと寿命は長いんだな、多分。みんなサイバーでしちゃうからな。だって50年だからね、一応経ってるからね。ってことはその時20歳だ、19ぐらいだとしても70ぐらいですからね、もうローグも含めて。同点探知の音楽を特集したかったのよ。それじゃあパトリシアが疑うのも無理ないね。お邪魔しました。どうも。すげえ車乗ってんな。うちのポルシェ乗ってく？ロッカーだな。どちらかというとバンゲやろ。もう嘘でしょ。何？まだマシな方よ。あ、入れられたのか。何が記念よ。私は編集室に戻るけど、話も聞きたいし、あなたも一緒に来て。おい、すげえおんぼろだな。途中で事故らなきゃいいが。ほんまやね。それ何のフラグ？ジョニー。それでキャリーの用事って何？侍を復活させたいんだって。一夜限りね。シルバーハンドなしで侍は成立しない。うん、ジョニーの代わりに引くよ。私が引く。あなたが。まあ間違いじゃないから。シルバーハンドはいつだって不可能を可能にしてたでしょ。大丈夫、任せて。まあケリーが賛成なら。
私のメリットは？たった今命を救った。昔の仲間と再会できる。友達との再会ってとこ？あのね、ケリーと友達だったのはジョニーだけよ。私たちは周りにいただけ、たまに二人に絡むくらいで。じゃあケリーへのインタビューでどう？そんなのインタビューなしでも書けるわよ。彼と親しい業界人全員とのコネならいいわ。それなら問題ない。私が何とかする。久しぶりにこんな普通の乗用車乗ったわ。今命を救ったでしょにしとけよかったな。まあでもこの後のクエストでも絡むからな、この人な。でどこまで行くんだ、編集室ってことはあれかな、あいつとも仲いいのかな、同じジャーナリストだとね、眼帯のお姉ちゃんと誰だっけ、仲良さそうだけど、もう明け方っすよ、明け方になりかけてるね。いいな、 NPC の車の移動中は邪魔してこないからな。すんごいね、大丈夫、すんごい吹かすじゃん、まっすぐ行くね。結構そういう感じでいいんだ、やっぱ。どうも。で、ライブは？全部任せてって伝えて。やったね。また連絡する。Thank you。わかった。そういう止め方でいいんだよ。うまくいったな。ケリーに連絡だ。なんかローグからの流れですごいミッションになってるけど、ただの俺バンドの足の邪魔ねやで。一服してくんかい。ね、ただの私あれだぜ、まあ、邪魔ねえよ邪魔ねえ。よ、待ちわびたぜ。どうだった、ナンシーと話せたか。参加するって、細かいとこもやってくれるみたい。さすがはシキリア。あ、そう、レジーナね。はぁ、実はメールストロームと一文着あって、メールストロームの連中と一文着あって。あ、そりゃそうだろうな。こっちはな、ヘンリーを見つけた。構成施設から引きずり出したんだ。一緒に窓から飛んだんだってな。なんだが、ヘンリーはデニーがずっとナイトシティにいたって知らなかったらしい。だから早速サプライズで会いに行くそうだ。ついでにみんなで集まることになった。みんなって私も一緒に演奏するんだろ。だったらまずは顔合わせだ。住所を送る。デニーの家に行きます。一緒に行く？行かねえか。デニーの家に行く。ほい、寝坊ぜジョニー。すまんの。行きまーす。みんな運転荒すぎ。
レディの家は行ったことがない。ないよな。ないはずだ。あや？レニーとかケリーとか多すぎやねん。そうじゃん。すごい今ドアンダー出たじゃん。オーマイガー、なかなか遅いのよあなた。もうでも当分もうポルシェでいいや。ポルシェ当分っていうかもうずっとポルシェでいいや。すげえ乗りやすいわ。若干小ぶりなのがいいですね。ネイトシティ渋滞が多いんで、すり抜けるときにぶつかっちゃうんだよね、バイクの窓。着いた。これを見ろよ。一体何が起きたの？リノベーション中の家にトラックで突っ込んだってとこか。相変わらず発想がぶっ飛んでんな。中にいるかも。インターカムを鳴らせよ。おーい。いないようだな。周りを探してみるか。おい。何が起きた？グググと言って、どうせドカーンっつってやったんじゃねえの？あ、あれだ。ケリーのエアロンダイトだ。ケリーはもう来てるみたいだな。やり方。やり方がすごい。何してくれてるの？やれ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 。ちっとも変わりやしねえ。こんなところで何やってんだ？ああ、よく来たな。あ？お。問題発生だ。ここはお前んちか。なんだ？新たな苦しみ。ケリーと話す。どうしたんすか？これがヘンリーのサプライズ。このクソ野郎。俺だって驚いたよ。どうやらヘンリーのやつ。喜んで取ってやるよ。デニーに恨みを買ったらしい。だからってプールにコンクリート流し込むの？俺を野垂れ死にさせようとした訳を聞かせてもらうからな。ああ、二人に何があったか知ってる？二人に何があったの？俺が知ってる限りは、あんたなんか死ねばいいと思っただけよ。ある日突然デニーがヘンリーの前に、もうあんたとは関わりたくない。一言もなくな。ヘンリーだって自分の精神状態を考えりゃ、そんなと当然と思ってたんじゃない？家族への証明だが、俺がデニーの住所を教えちまった。家族に少しでも近づいたら命はない。前はどうなの？どうなるの？まだデニーには聞いてないが、頭を頭外にカットしてやる。風向きが悪そうだな。 B、 二人と話せ。ケリーじゃ火に油だ。いや、私の出る幕じゃ。いいから行け。別にどうってことない。本当かよ。久しぶりに再会して少し気持ちが高ぶってるだけだ。おいおい、本当かよ。お前の記憶じゃ、やべえバットなってんぞ。あんたの連れ、帰り道が分からなくなったら助けが必要だもんね。すげえ姉ちゃんだな。ケリー使いよ。ライブの話できた。ああ、バカだ。ライブ？ケリーからそんな話聞いてないわよ。ああ、ケリーは気まずいと感じていた。二人とも友達だと思ってるから気まずいのよ。ずいぶん繊細なのね。うちにこのゴミクズ野郎を送り込んだ張本人にしては。あそこにいるぞ。侍を復活させる。一夜限りで侍を復活させるの。だから昔の仲間を集めようってわけ？いい話だけど、お断りよ。このクソ野郎と一緒にやるなんて。デニー、この男が降りないなら
私が降りる。それだけよ。デニーは一度こうなったら頑固なんだ。どんな具合だ？最悪だ。おお、どこに？俺が出るならデニーは出ねえってよ。もう話はまとまってたってのに。なるほど、ケリーからギャラをもらうって話なの。くだらない。もういいから、さっさとこの男を連れ出してうちの庭から消えて。選べってのかよ。ハンターが決めるしかないぞ。決めるしかない。くそ、このままデニーの言いなりになるのは気に食わねえかといって頭にスコップが詰まってるヘンリーもな。ご意見どうも。参考になった。参考になりましたわ。まあ詳しい事情が分かれば。何があったのか誰か教えてくれない？見えないの？そいつがプールをダメにしたのよ。ああ、ダメになったな。何か理由があったんじゃ。はあ、なわけないでしょ。はあ、どうしてプールはこんなことに。どうしてこんなイカれたことしたの？ケリーがデニーも誘おうとしてたのは知ってるでしょ。これで水に流そうって。ただバカだ、バカしかいねえ。はあ、どちらか一人はだら外さないとダメね。ダメなの？どうするのよ。一人かけることになりそうね。まあ大した問題じゃない。一夜限りだ。適当に引っ張ってくれ。いい、同じ音は出るな。そもそも出せるわけがないでしょ。どうすっかな。B、頼むよ、お前に任せる。どうするのよ。ヘンリーか私か選んで。もうバカとはやりたくねえな。どうするのよ、ヘンリーか私か。頭スコップやるよりはいいんじゃない。どちらか一人選ぶとしたらデニーね。ケリー、嘘だろ。騒ぎを大きくしたのはデニーで俺じゃない。いや、お前だろ。お前だろ。くたばれケリー。シルバーハントがここにいなくてよかったね。ほら、早く出てって。よかったのかな、こっち。さてと、ところでナンシーは？連絡済みだ。ライブをセッティングしてくれてる。じゃ、会場でな。まあだー、まあ同じ女性の意見としては女性をこうやりましょうか。うわー、レジェンダリーだ、あのバット。これでやれることは全部やった。ナンシーの連絡を待とう。はーい、邪魔。どうなんだこれ。大丈夫なのか。大丈夫、大丈夫。いいえ、あのバカの顔を見ていろいろと記憶が蘇ったわ。でも大丈夫、本番は任せておいて。うん、頼むわ。ヘンリーのやつ何をしたんだ。ん、腑に落ちないの？デニーはそうそうぶち切れる女じゃない。ヘンリーがライブに出たがってるのは分かってたはず。プールの件は単なる口実だったのかもな。なるほど。なんかあったのかな。いやー、これは逆に聞けばよかったかな。いやでもな。いきなり、そうは言ってもいきなりこうコンクリ流し込むやつと同じクゲラ、同じやつライブはやりたくねえな。まあジョニーもぶっ飛んでるけど開かねえわ。開かねえわ。ナンシーの連絡を一日待つ。しょうがねえな、待つか。よいしょ、帰るか。帰ろう。ヘンリー、こんなことになって残念ね。何も言うことないの？ないのか。じゃあ、お疲れちゃん。はーい、じゃあとりあえず帰ろうか。今日はこの辺かな。いや、なんかいろいろありすぎたわ。
そうなんだ、このライブ大丈夫なのかっていうか、なんでライブすることになったんだっけそもそもあれおかしいな、道具姉さんを説得するはずが、なんでライブやることになってんだ私、おかしいな。果たしてこのライブどうなってしまうんでしょうか、誰にも分かりません。これはまた何かありそうだね。ちょっと変にはかわいそうだ。オトジャかアニジャがヘンリーを選んでくれるんじゃないか。僕は彼女を取りました。とりあえず今日は迎えろ、朝だぜ。一日今日も長かった。ミッションのもう一つも進むかな、ナンシー関連なんですよね。そっから曲がるからな、俺も曲がるけどな。完全に日の出です。謎の後ろのリアミラーが割れてんだよな。よし、 OK。 はあ、今日も一日疲れたわ。まず初めにマトランズから届いた痛ましいレポートです。人道的支援を目的とするミリテク社の車列がノーマンドの一団による襲撃を受けました。同社の警護部隊は襲撃を受けて態度を変えた後、最後の手段としてやむなく武力を行使しました。そうだね、ジュディのデートも行かなくちゃいけないし、まだまだだな、まだまだ終わらねえな、全然終わらねえな全然終わりが見えないな、このゲーム。すごいわ、もう百数十時間やってるんだけどな。ただいま、ゲラー、帰ったよ。飯食ってんのか。はあ、疲れた。あ、まあでも服は増えたんでいいんじゃないですか。ちょっとシャワー浴びよう。はあ。
早速買ったからな。部屋着こっちにしよう。あ、なんか手に入れてる。あ、へえ、ちょっとおしゃれな。いいね、部屋着っぽいわ。部屋着っぽい。いるいる、部屋着っぽい。いい、これは良いぞ。これはなかなか部屋着っぽくて良いぞ。サンダル欲しくなるね。そしたらもう完全にオフだもんね。オフギアでこれ。これはいらん。アウターも大丈夫。酒売ってこよう。あー、すっきりした。これはいるだろう。これはいらないな。この辺はもう分解です。間違えた。まあいいや。この辺もどうせ作ればいい話。オプションの設計図欲しいね。あ、ちゃんとレジェンダリーは確認がつくようになったんですね。素晴らしい。いらんやろ。この辺はジャンクは全部売っちゃう。ジャンク売りの裏具は分解しちゃったからいいとして、酒は全部売っちゃう。ヒットポイントブースター、あ、こんなのあったんだ。最大ヒットポイント 20%。まあ、なかなか死なないっすからね。保水。酒は売る。ピザ、あ、こんなもんか。オッケー。あ、結構いい金になったじゃん。オッケー。はーい、ということでもう5時になっちゃいましたけど、まるでほぼ1日、まる1日ずっとやってましたけどね。はい、ということでまだ終わらなそうでございますけども、ジャーナルも結構あるし、で、何時の連絡待って、多分これも一緒の感じで出るから、まあ次回は多分これがこの辺をやって、ジュディの、デート行って、で増えないようだったらこの辺で全部終わしてからメインジョブまた行きましょうね。花子さんずっとすごいな。竹村の後は花子がすごい花こるんだな。どれぐらい花こるかはまた分かんないですけどね。はい、まあおいおいやっていきましょうかね。はい、ということで、今日はここまで。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。スーパーチャットもメンバー登録もありがとうございました。ということで今日は終わりです。次に会う時はゲームの高みだ。おやすみ。